これなんか又井沢さんどっかから買ってきたんですか。ああそう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 、これなんか何ですかこれ。話題だったんで、ちょっと前のやつだけどね、話題だったから、でなんか買えなかったのしばらく。あ、そうなんだ。なんかまた買えるって言うからちょっとポチって買ったんだけど。これは練習器具かトレーニング器具かなんかですか。ああ、まあどっちかっていうと練習器具だけど、まあ結構トレーニングでも使えるかなと思って買ったんだけど、はい、知らないこれ。ちょっと今不思議でなんだろうなと思ってたんですけど、ちょっと気になるんで教えてもらっていいですか。これはですね、辻村坊といってプロコーチの、まあ、辻村さんですね、まあ、上田桃子さんとか吉田優里さんとかを、見ているコーチが開発した辻村坊、その名の通り。ホームページとか見ると、あの体のローテーション、回線を良くするとか、まあ、要は手が体から外れないようにするための器具っていうことで、ちょっと前の動画とかでもこう腹斜筋使ってこうやろうみたいな言ってたんですけど、そういうのをしっかりこう体幹ができたりとか、まあ、身につけられるようにするための、まあ、練習器具ですよね、はい、これ実際じゃあどうやって使うんですか。あ、もうこれもめちゃくちゃ簡単ですね、まあ、とりあえず調節する部分、ここの長さちょっとこう緩めると長くしたりとか縮めたりできるんですけど、もう脇の下にこうやって挟んで、でちょうど腕の長さぐらいのところにこう長さを当てて、まあもうこういう形ですね。でここから要はこう胸をしっかり回して、でそうするとちゃんとこう胸回すと、やっぱこう手がこうやって外れるような動きとかっていうのがやっぱなくなって、でちゃんとこの上半身の分離で、前も話したこの腹斜筋とかを使った体のこうローテーションっていうのを結構こう体感できる、多分何か見たりとか教わってもできない人っていると思うんですけど、まあ、こういう器具があるとその感覚っていうのをきちんと、なんだろうな、こう感じられるようになったりするんで、まあ、要は体のその運動学習っていうんですけど、その学習が結構こう進みやすくなって習得しやすくなってくるっていうやつですね。ちょっとやってみてください。はい、脇の下ですね。そう、長さこんぐらいってことですか。うん、そのぐらいでいいと。これでシンプルに左右にひねる。で結構こう姿勢とかね、あの肩こうやって、そうそうそう、なりやすい人いるんですけど、やっぱりどうしてもこう上からやるんで、背中こう肩前に出してこう丸くなったりとかしやすいんですけど、結構気をつけるのはやっぱりここはちゃんと肩はそうですね、下げて首長くしてもらって、で、まあ、ほんと普通にこう構えてもらって、でいわゆる肩を縦に回すようなこう動きが体感できたりだとか、ね、でそのまんまこう少しスイングみたいな形で動かして、なんかこれさっき言われてたように、あの前やった腹斜筋を使う動画の時のやつ、うん、そうですね、同じような感覚が簡単に分かります、うん、そうですね。で、まあ、単純にこうやってあのシャドースイングしてもらってもいいですし、まあ、TGF でやってるこうトレーニング方法とか、まあ、おすすめの使い方とかっていうのを、まあ、もうちょっと詳しく、教えていきます。はい、まず一つ目の、まあ、おすすめの使い方ちょっと紹介していきます。やっぱりですね、こう分離って言うんですけど、まあ、よくあるのってこう上半身と下半身、胸と骨盤がこう一緒に動いちゃったりする。これ分離してないんですよね。分離っていうのは、例えば骨盤は動く量は少なく、上半身の動く量が多いとこうやってしっかり分離できてくるんですけど、でやっぱそのまず分離を促すために使っていきたいです。でただじゃあ止めましょうって意識だけだとなかなか止めらんないので、こういう風にしてやります。まず座っちゃいましょう。まず座った状態で動きは水平でいいですね。まずはイメージとしたら胸もおへそも正面向いてる状態だと思います。でおへそが前向いたまんま、胸だけが回るような動きで、そうするとこの辺りちょっと苦しさ感じると思うんですよ。普段あんまり分離させないで体を動かしてる人はすごい苦しいと思います。でもゴルフスイングってやっぱちょっと苦しい動き必要になってくるので、まあ、この状態でまず胸を右左です。
でいわゆるこう胸椎とか胸郭の動き、だいたい動く幅って左右40度から大きい人でも45度ぐらいになってくるので、無理やりこう大きく動かそうとすると体の軸がぶれたりだとかしてくるので、動かす幅は本当この幅ぐらいですよね。ちょっとやってみましょう。はい、はい、でそのまんまじゃあ右左に回してみましょう。お苦しいよね。結構苦しいですね。ここら辺のそう決して楽な動きじゃない結構この苦しさ感じないでスイングしてる方やっぱ多いと思うんですよね。やっぱここをちょっと苦しさ感じていった方が体幹の筋肉とかってやっぱすごい使いやすくなってきます。これ顔って左右一緒に回っちゃっていいんですか？そうできたら顔は前に残した方がいいですね。そう、うん、やっぱこの首の分離っていうのも実際にこうあるんですけど、頭を残すことによって頭と体、まあ、要は首の部分でしっかり体を分離させるっていうことにもつながってくるので、そんな感じでこう分離させていくといいかなと思います。はい、で2つ目はですね、今度はね膝つきです。でお尻は少し浮かせて少し股関節から前傾、今度はちょっとゴルフみたいに少し前傾姿勢を作ってもらって、この状態で回していきます、ね、やっぱり大事なのは肩が水平に回るわけじゃないです。これしちゃうと軸完全にぶれますよね。なのでやっぱりイメージよりも少しなんだろう、こう縦に前傾なりにこう回していってあげるといいと思います。こういう横の動きじゃなくてこういう動きですよね。そうすると程よく側屈っていう動きも入ってくるので、より腹斜筋がすごい使われやすくなってきます。これも膝立ちしてることによって体のこうスウェイとかの動きって少し抑えられてくるので、この状態でまず分離のトレーニングっていうのをしていきましょう。さっき同様顔は正面で。そうですね、そう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 、なんか普段よりやっぱ下半身がこう痛くなりますね、うんうん、そうですね、右にそうってことはやっぱり少し下半身動かし、はい、動きすぎちゃってたりすると思うので、行かないように抑えながら、そう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 、やっぱ止めるところは止める、動かすところは動かすっていう動きをやっぱ体にちゃんと覚えさせていきたい。でまあ僕ら TGF ってこうトレーニングジムでもあるんですけど、やっぱりこうトレーニングでもすごい使えるなと思ってて、 TGF 流の使い方、まあ3つ目、今のこの動きに対してちょっとこういう、まあ、ゴムバンドとかチューブを使って負荷をかけていくっていうのは、これ結構いいかなと思ってます。同じようにそうハンドルこうやって一緒に持ってもらって、でそのまんまさっきみたいな動きするとより体幹の筋肉に対してこう負荷をかける、今度はトレーニングの要素ですね。やっぱ負荷をかけないとただの、まあ、動きの確認だったりとか、まあ、感覚入力だけになってくるんですけど、やっぱ少し負荷をかけていった方がより体幹の筋肉使えるようになってくるので、まあ、この動きの習得っていうのも少し早くなるかなと思うんですよね。結構やっぱり腹斜筋うまく使えるよね、左脇腹が今ね、この動きだとそう、はい、左の脇腹がちょっと止めると少し側屈してるし、こう回旋の時にすごい使われてるような状態ですね。これ左側の今脇腹は伸び感もあっていいんですか？あっていいです。今度はこの時って右の脇腹が縮んでくるので、逆サイドの左側は少し伸びるような動きになってくる。両脇に何か感覚を感じてくるといいってことですね。そうですね。でここからじゃあさらに発展させて、まあ、本当に立ってもらって通常のゴルフスタンス、近い状態そうですね、でやっていく。やっぱ立つとこう行きたくなるし、そうだね、そういう動きだったりとか、どうしても横で逃げたくなりますね、うん、お腹使えないともうずっと手っていうのが胸の前でこうキープし続けられるから、やっぱりエネルギーが伝わりやすくなってくるし、うん、やっぱりちゃんとこう効率、ローテーションの効率っていうのがすごく上がってくる。もう体回すだけで自然と胸と手が同じ方向向いて、そう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 、で連動して動いてくるから何も意識してないんですけど、そうだ、ちゃんとやっぱこういうので体で覚えさせてあげると、まあ意識しなくても自然とこういい形で体っていうのが動いてくれやすくなってくる。
使い終わった後にやるとめちゃくちゃいいよね、すごいよね、物の中の感じ、そう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 、自然と今まで感じてない部分っていうのが感じ取れるようになってくると思うので、刺激入った上でやるとすごいいいですね。やっぱり体幹を使ったスイングをしたいって皆さん言うんですけど、やっぱりちゃんと体幹にスイッチが入ってないとできないから、まあ、今みたいなことをやるとすごいスイッチが入って体幹を使ったスイングっていうのがしやすくなってくる。作りはシンプルなんですけど、優れものです。はい、なんかこう結構バラバラにもできるんで、持ち運びとか、なんかそういうのもできますよって説明書、ホームページには書いてありました。そんな分解できるならゴルフバッグに入れて、そうそうそう、ゴルフバッグとか多分プロとかゴルフバッグに入れて持ち運んだりとかしてると思うので、はい、まあ、ぜひ皆さんも使ってみてくださいね。わ、すごい伸びる。伊藤さん、また新しいストレッチ道具ですか。これいいですね、もも裏のストレッチ。いやいや、全然意味わかんない。そんなわけないでしょ。全然違う、全然違う。これストレッチ器具じゃないですか。ちょうど足合わせてストレッチやるのかな。違う違う、確かに、なんかこうやって足の形あって、すごいいいですよ。たまたまここに立てかけてあるから、なんか合わせたくなるけど。なるほど。これ全然違います。違うんですか。そう、これもストレッチできるなと思って。これもね、最近ちょっと買っちゃったやつ。ゲッタウェイっていう。ゲッタウェイ、うん、ゲッタウェイ。これもなんかゴルフの練習器具。そうだね、まあ、どっちかっていうとこれもやっぱ練習器具ですね。そう、まあ、ホームページとかに書いてあるのを引用すると、まあ、簡単に言うと足の使い方、足のやっぱスイング中の足の使い方っていうのを、まあ、習得したりとか、こう体感してできるっていう、まあ、ものになってきます。足の使い方ってなんかやっぱゴルフ大事なんですかね。なんか手の使い方とか腹筋の使い方の方が大事なのかなと思うんですけど。ああ、まあそれも大事だけど足の使い方も大事だよね。ああ、同様に大事だと。そう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 。やっぱ足をちゃんと使う、体ちゃんと使う、はい、まあ、手とクラブも全部使う、ちゃんとそれぞれの使い方があってやっぱ役割があるんで、まあ、本当ゴルフってやっぱりいろんなところをいろんな風にして動かしていかないといけないから難しいよね。でも特にこのやっぱ足の使い方ってやっぱりうまくできないってない方多くて、やっぱスウェイしたりスライドしたりこう軸がぶれやすい人っていうのはやっぱうまく足を使えていなかったりするんだけど、まあ、ちょっとやっしてみましょうか。で、使い方、まあ、まずこうちょっと棒が入ってますね。で、この X こう開いた時にちょうどこうなんだ、まっすぐこの柄がまっすぐになるようにします。これだとずれてんじゃないですか。でこのぐらいで使う多分結構スタンス的には気持ちちょっと狭めで使った方がいいらしいです、まあ、やっぱり体の負担が少ない、長くゴルフ続けるにはやっぱ歩くようなスイングっていう体の使い方重要ですよと書いてあったんですけど、これ乗ってもらって体をやっぱこう回す、骨盤を回す時って絶対に足がこうやってつま先とかかと、まあ、要はこう前後に動いていくとか、エネルギーが動くことが必要になってくるんですよね。やっぱり軸ぶれしやすい人たちっていうのはこうやってやっぱ横にこういう風にして、そうそうそう、動かしやすい。どうしてもなんかこっちにエネルギー出したいから右側にこうエネルギー貯めて、で左側にこうエネルギー出そうとしちゃったりする。でそうするとやっぱりスウェイとかスライドっていう動きが出やすいんですけど、これを乗って、まあ、まずは最初交互に互い違いにつま先とかかとこうやってなんとなく歩くような感じで前後に足を動かしていく。でこうやって動かしていくと連動して骨盤回ってきますよね。例えば右のかかとが下がったら絶対右の骨盤は後ろに行こうとするんですよ。左のかかとが下がれば左の骨盤は後ろに行こうとする。これが骨盤を回してくれる力に変わってくるんですけど、これが左右だと骨盤ってやっぱ回らないですよね。
こうローテーション回線系の動きになってこないっていう風になってくるので、やっぱ体をしっかり軸ぶらさないで回そうとするとやっぱこう少しこう前後の動きというかつま先かかと側に側圧っていうんですけどかかっていくように体を動かしてあげると、で今やってるとなんか外広がってきたじゃん。確かに X のこれ合わなくなってきました。そうこれは多分足で出してるエネルギーがちょっとやっぱ外側に向いてるから、そうもっとこうやってだんだん多分やっぱどうしても外横方向に多分力がちょっと入ってる。本当にもうその場でこうやってまずはで、まあ、実際これをこうゴルフ的な使い方してくると、まあ、最初はやっぱりこうクラブ持たないであの体の動きのボディスイングだけでやってったりとか、要はバックスイングの時だと右かかとが下がって肩回ってだよね。でダウンスイングで逆の動きしてくる。で今度は手の動きとかもつけてあげて、手の動きは少し小さめで動かしたり。でこれするとやっぱりお尻がちゃんと後ろに引けてくるから、やっぱこう伸び上がってお尻が離れるアーリーエクステンションとかっていうのは起きにくいよね。アーリーエクステンションどうしても前に出ちゃう人っていうのはやっぱり後ろに引けてないんで、横の動きだったりとか縦の動きが強すぎると基本的にはお尻が前に出てくるんだけど、やっぱ今みたいにちゃんとこう後ろに使ってってあげるとお尻っていうのは離れる。例えばこういう壁だったりとかでこういう感じでバックスイングの時にちゃんと右お尻がついてダウンスイングで左のお尻が離れないように動く、こういう動きっていうのができている。でこの状態で打てれば前にこう行く動き出ないじゃないですか。確かこの足を意識するだけで体っていうか骨盤、うん、勝手に回っていく感じは、そうだね、このやっぱ股関節とかがちゃんと連動して動いてくるので、特にここの動きは意識してないんですけど勝手に動く、はい、勝手にスムーズに動くような感じはあります。そうで実際これであのボール打ったりもできます、はい、で最初はやっぱり小さな動きハーフスイングとかであの当てる感じでやっぱ高さあるんで、最初ちょっとティーアップしたボールを少しハーフショットで打っていくとかっていう練習をして、でそれをやった後に降りて、まあ、実際のスイングでこうやっていったりするとすごくあのいい感覚で練習とかもできたりするんで、まあ、なんかこう体の動かし方を覚えるトレーニングとしても、まあ、使えるし、まあ、あとはその練習前の意識付けだったりとかでも使えるかなと。一石二鳥の優れもんです。これ一石二鳥ですね。すごいですね、これは。体に本当に意識づけさせるのがやっぱ大事だと思う。これさっきのこの辻村坊と合わせちゃう、贅沢にやるっていうのは でもありかもしんない。ちょっと思いつかなかったけどありかもしんない。それはあ、これもすごいね。多分本当こう体の使い方がうまくできてない人、このぐらい体こういろんな制限あると多分できないと。なんか不自由な動きにはなるんですけど、そうでこれが多分できない人って普段体の使い方下手だと。なるほど。うん、正直でこれがちゃんとやっぱできるってことは体分離してるし、動かし方とか動くタイミングとか連動性っていうのがちゃんとあるっていう風になってくるから、これ別にでも合わせて使うのは悪くない。いや悪くないと思う。なんかやってるの初めて見たけど、はい、悪くないかなって思った。まあこんな使い方もいいかもしれない。あ、これちょっと井上さんやってみようかな。ちょっとやってみようか。なんかすごくいい感じがする。はい、ちょっとやりすぎだよねと思うけど、すごいやっぱ難しいやってみるとね、やりづらいけど、そうやっぱりでも本当
あ、うまい人ってこういう風にして動かしてんだなって。あ、まあ、でもだんだんいけるようになってきた。で、今の感じで、もう、なんか、一体感出る、体のスイング。ワンピーススイングみたいな。スムーズに。スムーズ。全部つながって。全部つながってくる。動けますよ。うん。多分こうやっぱり下から動いてちゃんと体がこう順番通りにしかもこう外れずに動く感じっていうのが出てくるよね。これいいかもしれない。まあこういうのもちょっといろいろ試してみるといいかもしれないですね。これなんかやっぱ今日やってみて僕は体の使い方をまずしっかり整えるのがいいなと思ったんで、うんうん、ちょっとこういう道具はあの前回の動画のインサイド引きすぎっていうところにもつながってくるっていうのをやっぱ体感したんで、うん、ぜひこれは僕は続けてみたいと思います。そうですね、はいはい、またいい道具があったら江澤さんに紹介していただきたいなと思って。江澤リサーチ失敗してるんで江澤リサーチでいいものしかうちは置かないんで、はい、セレクトショップで、はい、そうですね、ほんとセレクトショップ、ぜひこれをお願いします、はい、これあの体験来ていただければで僕らが皆様に向けて使い方も、うん、いい使い方をアドバイスもできますし、うん、お伝えしていきたいのでぜひ気になる方は概要欄に体験の方を載っけていますのでぜひそちらから来ていただければなと思います。本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。We'll be right back.